さあやってまいりましょう。つむつむ手持ちのものをすべてやり終えるまで終われませんという話ですが、続きましたジェシーですね。トイストーリー、これは2から出てきたやつですね。で、縄をなんかタップしてるとぐる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 回して画面消す範囲をやっていくんで、まあ、これ調節によって例えばスコアボムを出しなさいとかタイムボムを出しなさいとかっていうミッションがあれば、そんな大きさに合わせてちょうどうまくそれが出るように調節する。まあ多分そんなツムになっていくかと思うんですけどね。まあ、今回はちょっとフィーバーを狙っていかなくちゃいけないので、もうどんどんね、大きいツムで一気に消してやっていきたいと思います。はい。ということで早速やっていきましょう。くる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 。捕まえた。すごいよね。26個も消すんだぜ。でね、最大にしてったら、ただこれ7回フィーバーいけるかな。これ、やばいな。ちょっとスキルを使うタイミングをミスったかもしれない。次からちょっと調整します。それまでにスキルを貯めておくというのが絶対条件である。ただし十分条件ではないので気をつけましょう。ほい、くる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 。ただこれそうあのね、貯めてる最中も卑怯なことにですね、時間が減っていくので、まあちょっとタイムボムを出すくらいで調節する方がもしかしたら案外いいかもしれない。ただその時間は動くけど、その間にその落ちてくるツムも動いてくれるんで、ほらよくあるじゃないですか、こうスキルを使う瞬間にツムの動きも止まっちゃうから、落ちてくる前にこうボンって破壊しちゃって、あ、本当だったら20個消せるのになんか10個しか消せなかったみたいなパターンがあるんですけど、ジェシーの場合はちゃんと埋まってくれるんで、まあ、そこは非常に使い勝手はいいかもしれないですね。ほい、そうこんな感じで中途半端に切れててもちゃんとボーンと消してくれるんですよね。うん、そのあたりはすごくあの流動性のあっていいツムじゃないかなとは思います。うん、トイストーリー2もね、あんまり記憶がないんだよな。どういう話だったかな。捨てられるというか、児童保護施設かなんかに預けられるのは3の話ですよね。2って何だったっけな。また新居に引っ越すとかそういう話でしたっけ。唯一覚えてるのは、ペットで飼われた、なんだっけ、ダックスフントかなんかのペットと、その、めっちゃウッディたちが仲良くなっているシーンから始まるみたいなのは覚えてますけどね。はい。ということで、縄でくるくる回して、ツムを大量に消していく、そんなスキルを持ってたのがジェシーでした。ということで次回お会いしましょう。ではでは。